日刊生放送2022年4月30日土曜日の日刊生放送今週の前に始まるもうすぐ午後5時の鐘が鳴りますよ日刊生放送もうすぐ始まるのですさあ鐘よ鳴ってくださいなりそうでならないうちの鐘あ鳴って鳴ってるはじめます。ということで始まりました。もう5時ですかとかっていうねコメントがついてますけどそうなんですよ。私の日刊生放送が始まると5時になると。5時になるから日刊生放送が始まるのか。5時になったから日刊生放送が始まるのか。その辺の因果関係がだんだんあやふやになってきました。そういうね、冗談を言ってる場合じゃないんですけど。で、これすでに予告してましたように、小坂忠さん。これはその福音派系のクリスチャンの間では大変な有名人でして、まあ音楽をやった人なんですね。で、教会で歌われる音楽ってのは、慈しみ深きとかね。その、作られた当時は最新のメロディーだったんだろうけど、また珍しいね、メロディーだったんだろうけど、もう20世紀も終わり、21世紀になってくると、こう、特に若い人にとっては、古色騒然としている。ね。年配者にとっては、ああ、懐かしい曲だな、なんだけど、若い人が教会に来た時にそういう古い賛美歌ばっかり歌ってたのね。魅力を感じないっていうことになって、あ、俺には教会とかキリスト教って関係ないわっていうことにまあなりかねない。ね。またそういうふうに実際になってる。なんて古臭い歌ばっかり教会って歌うんだろう。確かに。いい歌ではあるだろうけど、そう思ったのが他でもない小坂忠さんなんですよね。で、小坂忠さんは、もともとクリスチャンでなかった、それでフローラルっていうグループを結成して、メジャーデビューをしてですね、細野晴臣なんかを従えてね、細野晴臣を従えてフローラルを作った。だからそういうね、伝説の人なんですね。で、その辺のところを、そのキリスト教の番組でライフラインっていうのがありまして、そこに小坂忠さんがその辺のところをね、語ってるのがありますので、まあそれを見ていただきたいと思います。で、ライフラインって言いますのは、毎週なされているキリスト、キリスト教の伝道番組でして、これをね、ご準備しておりまして、それがまた、その、クリスチャンプレスの中に、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って。なかなかね、思うように、あ、なんか、下に行きすぎたな、ちょっと待って。今ね、なかなか、これね、大きな画面で、これはクリスチャンプレス及びキリスト新聞に、載っている小坂忠さんの訃報記事ですね。で、そのクリスチャンの系統の人のフェイスブックにも大変たくさん、その小坂忠さんが癌と闘病していたけど、ついに、もう天の御国に召されたっていうね。お知らせがたくさん、まあ、出ているということを私たちは見てるわけですが、私の生放送もそれを特集しないなんてことは絶対ありえないということで、で、そのクリスチャン
プレスが、キリスト新聞が、そのライフラインに出たやつを、ね、小坂十三自身が話しているものを載せてくれてますのでね、それを紹介します。ちょっとこれ音がちっちゃいね。18の時に随分か1966年デビュー。でちょうどその時はですね、グループサウンズみたいな、グループサウンズっていうのが流行ってた、そういう時代で、69年、ドラムに松本隆、ドラムに細野晴臣を入れて、エイプリルフールを結成か。このバンドもすぐ解散して、あ、解散したんだ、すぐに。70年には、70年、ミュージカルのヘアっていうミュージカルに出演して、それも1年で終わって、71年に、初めてソロアルバム、71年にソロアルバムを作って、まあ、ソロアーティストとしての活動が始まった。アーティストの活動が始まった。76年にクリスチャンになって、76年クリスチャンになった。後ろにね、78年にこう講談があって、まあ、ここにギターが置いてあって、ベースも置いてあってでですね、まあ、2000年あれかスピーカーもここにねあって、で後ろにその聖書の言葉を書道で書いたのがあって、うん、ビッグソニーからピープルというアルバムを出して、だからそのソニーっていうようなね、大きなレーベルですよ。 S 君がね、小坂忠さんが昔ゴッツェルを歌っていたら文句言われたって誰かさんにというね、逸話をですね出してくれておりますが、そのクリスチャンになったっていうのが、まあ教会と接点ができた頃に、こう娘さんが大きな火傷をしまして、一生懸命神様に祈ったイエス様の名前にしたら、奇跡的にね癒された、そういう体験があって、はっきりとイエス様は私の救い主だということをね、信じるっていうことがあったわけですね。それからそのクリスチャンのレーベルの設立っていうことを志して、ミクタムというのを作りまして、こういう分厚い歌集ですね、ミクタムワーシップってこういうのをバンと、これは私の連れ合いが結婚する前から持ってたやつなんですけども、教会でギターを弾いて歌うなんてね、頭の古臭い牧師がいて、70年代80年代に、まあこれの前段階で始まってきた時にね、そんなのけしからん、ギターなんて悪魔の楽器だ、カチンカチン頭の牧師がそういうことを言うとね、そういうところも通って、でその自分が、小坂忠さんが教会行ったらこんな古色騒然とした歌を、新しいのを作りたい、で自分がクリスチャンになったらもう神様にお捧げするという気持ちでね、作りたいということを志して実際に作っちゃうわけじゃん。でそういうものを出すためのレーベル、ミクタム、ミクタムっていうものをね、奥さんと一緒に、こう栄華さんと一緒に立ち上げて今に至っている。で、ミクタムが一生懸命その牽引してですね、今やもう日本中の教会でギターとかね、あるいはドラムだとかベースというのが礼拝堂の前とか横に置いてあって、だから30年40年前の教会のシーンとしてはそれは考えられないことだったんですよね。ところがそれが結構ありふれた当たり前の光景になって、そういうものを使って、そういう曲調の賛美歌で神様を礼拝するっていうことが、その日曜日の一番大事な礼拝の時に行われるという姿が定着してきた。こういうね、コンテンポラリーなクリスチャンミュージックを使って、これは世界としてもそういう流れの中にあったのであり、小坂忠さんたちの日本の働きっていうのはね、その流れに沿ったもので、日本の教会もだんだんそれに追いついてきた。
それはね、祝福だと思います。そしていろんなクリスチャンのこのグループ、いろんな曲調の曲をやるグループっていうのがね、触発されて、またミクタムもそういうもののこの研修っていうかね、研修会を行ったり、刺激にずっとなってきたわけですね。それからそのジェリコっていう大会があってね、そのスタジアムを借りて、音楽ホール借りてですね、野外の音楽ホールとか借りて、みんなで集まってね、その時のね、ライブがね、音声がないんだけど、私なんかが結婚して、新婚すぐの頃に行った、これはね、音声しかないんだけど、ちょっとこのみんなで歌ってる雰囲気があるから、それをちょっとね、おとなしの神、こういう感じ。だからさっき一番最初のカラオケに使ったやつよね。ちょっと最初から聞こうか。だからこういう激しいね、打楽器を使ってメロディーラインでね、神様を賛美してるわけだ。で、これに乗せて私はその生放送始まるよっていうのをやったわけでね。だからみんなこうずらずらずらって並んでますやん。で、十字架のこういうド派手なね、ディスプレイをしてやね、こういうこうアイデアですよ。で、それを実行しちゃったということでね。だからご想像の通り、その保守的な教会、保守的な教派ではこういうのはアンウェルカムって言った人たちもいたわけだけど、若い人たちを中心にそういうものを支持したっていうことですよね。で、神学的に考えても、その昔の慈しみ深きみたいなね、ああいうこう欧米系のああいう時代の音楽だけを使って賛美歌を歌うって、全然その神学的に全然そういう裏付けってないわけやん。もうどういう時代でもね、もう聖書の言葉に立てば、あらゆる楽器を使って主を褒めたたえようなんだからね。ギターも動員し、アイマシュの前にを無人島で30年歌ったなぁと驚くべき発言が言ってたね。30年ずっと彼が住んでたって意味ではなくって、青年たちと一緒に無人島で青年キャンプ、サバイバルキャンプをやった。その時歌ったっていうことですよね。さっきのタンタララン、タッタララン、チャッチャッチャン。ってこの激しいやつをね、無人島のサバイバルにはぴったりの曲かもしれないですね。で、たくさんの青年たちが育ったわけだ。そういうふうに青年に喜ばれる歌であって、神学的に聖書から考えてね、もうエレキギターも、ドラムも、それから三味線もね、義太夫もね、もう、何でも使って音楽を与えてくださった神様ですよ。チャララタラララララララタッタラララララッタッね、シャリ臭いじゃないですけども、素晴らしいね、賜物を神様が与えてくださった、この素晴らしい豊かな世界を神が与えてくださったんだから、神が与えてくださった良いもの全てを使って神様の皆を褒めたたえよう、そういうスピリットですよ。S 君がね、無人島で歌うときにね、フライパン叩いて歌ったんだって。パンパララン、パンパララ、パッパッパン、賛美パンパンパン、喜びをパンパンパン。激しいキャンプだったんだね、きっとね。まあ、そらそうとして小坂忠さんの話にね、行かないといけないわけですけども、その彼がデビューした時に、さっきのライフラインの中でご本人が語ってたことをね、メモしてるわけですが、一緒に当時やった人が細野晴臣でしょ、佐野元春、私はそういう世界は全く疎いですが、名前ぐらい聞いたことあるようなメンバーですね、松貴子、矢野健子、なんて読むのかなそれから尾崎亜美、吉田美奈子、そういう人たちと一緒に、活躍してたミュージシャンで、そのクリスチャンになって、そのゴスペルの方にずっと行って、だからそのセキュラーな
ミュージックシーンから見たら、あの人は今じゃないですけど、あれ小坂くん何やってんだろう。ね。こういう芸能界で姿が見えないけど、ね。一般の音楽シーンで姿が見えないけどっていう状況になってたけど、小坂さんもうそれはちょっと寂しいな。で、みんなの方も寂しいなっていうので、ね、2000年超えてから、もう一回、その、クリスチャンで全然ないっていう人たちと、もう一回一緒に音楽やろうぜっていうことになってきてね、いろんなとこからレコードを出し始めた。それでね、その2000年以降に出したレコード会社、レーベルがですね、ソニーからピープルっていうのを出してね、ビクターからコネクテッドっていうのを出してね、それからクラウンからも出してね、だからレコード会社、レーベルの大御所ですよ。あーんとね、王さんがね、松任谷由実、小田和正、矢野健子、なんていうのかな、さんたちと活躍していました。ありがたいね。こういうね、聴取者がコメントで情報を入れてくれるということでしてね。で、そのソニー、ビクター、クラウンっていうような、レーベルも3つパンパンパンね、矢野明子って読むんですって。王さんありがとうございます。出す、だからその実力があるっていうことだよ。あの小坂忠が帰ってきたっていうことでね。それに案外小坂さんがね、その時はもう牧師の資格も持ってて、教会の働きもしててね、でなおかつミュージシャンで、そういうことが、その、一緒にやった人たちにはふさわしいっていうかね、喜ばしい。だってね、大きな神様だもん。ね、世界を作った、祝福あふれる神様ですよ。エスタケさんが今日は力が入ってなかなか良いね。いつもね、私の番組はね、力が入ってるのでございます。そういう中で、まあ、癌になって、闘病して、ついにね、主要身元に近づかんっていうことでね、召されたっていうのが昨日ですね、脳にそうなって、それが報道もされた。ということなんですね。それではですね、ライフラインの続き、さっきの、その、小坂さん本人に話を聞いてる続きで、その、ライフラインの中で小坂さんの音楽そのものを紹介している、そこに入っていきたいと思います。これだったかな。これですね、これの続きでね、2009年にはこのビクターからコネクテッドっていうのを出して、8分18秒で、今度は2013年にビクターかな、ノーバディノーズっていうこれがね、うまい具合にね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってください。もう力技だね、こうやって出してですね、こう自分で今持ってるわけです、手で上に持ち上げてるわけ。じゃあこの辺から行くかな。ちょっとなかなかね、乾ききった地の上、世界の街に、そういう歌ですよ。命の雨ですよ。だから雨は誰の上にも平等に降り注ぐわけだ。いい人の上にも悪い人の上にも神は雨を降らせてくださる、そういう聖書の言葉。冷たく冷えた愛の心を燃やす、全ての国の全ての人を、キリストの愛っていうのはそういうもんだ、そういう中佐の歌だよ。
後ろで弾いてたそのクラシック音楽の人たちもミクタムの関係でユーディアっていうオーケストラができまして、その人たちがバックアップして小坂忠が真ん中でギターを弾いて歌ってる、なかなかねいい光景ですね。すべての国のすべての人を包み込んでいるキリストの愛。だから話はどうしても池間君の方に行きますけども、モルジブの人ですね。モルジブのすべての人をも包み込んでいるキリストの愛っていうことであって、池間君はそれを伝えに自分が神様の道具っていうかね。まあ、フランチェスコなんかそういう感覚ですよ。神様、私をあなたの道具にしてください。私を使ってくださいっていうことで、モロジブまで行くようなね。だからそれは神の愛っていうことは自分が実感でき、そういう真実なものである。ね、だからモロジブの人たちも、ああ、このクリスチャンって言ってるね。この人は、イケーマーは真実な人であるということをきっと感じ取ってくれていたのではないかな。そうであってほしいな、ということを願っています。で、イケマー君本人の報告書の中にもね、モルジブの人々がいかに温かく自分に接してくれたか、自分という人間を大事にしてくれたか、ということをね、書いているわけですね。うん。最後は池間君の話に行くというね、他ね小坂忠さんのことで、今日言い述べたことってないかな。うん、だからこういう歌集に載ってるような歌がたくさん、いろんな教会でしょっちゅういろんな系統の教会でね歌われるようになったのですよ。でその2000年以降、そのセキュラーなシーンでもね、もう一度歌っていこうぜっていうことで実際歌っている、まあそういうさなかの訃報であったっていうことですね。あ、勝利者っていう歌をね、そう、誰かが Y さんが勝利者で書いてて、それもね聞いてもらおうかなと思って準備してたんですよ。スイス勝利者の歌ってあるかな、勝利者を出してたと思ったんだけど、ちょっとね直ちに出てこなくてね。あ、ごめん、そっか、 PBA の番組の最後の方にね出てきたんか。ちょっと段取りがあってね直ちに出せませんので申し訳ないですね。これを聞きながら行ったりしたら一番良かったんだけど、段取り的にちょっと不可能なのでね。クリスチャン新聞第2部に行きます。音楽があって行けばよかったんですが、そういう風にならないでね。で、1998年を今週は行ってたわけです。で今日はまた12月の一番終わりの号に戻ってきまして、ね、我らは勝利者とかってね、エス君がね、なかなかいいこと書いてますね。40年の節、何の40年？戦後40年ですよ。ね、問われる日本の教会の歴史的使命。これはね、先日やりました。その次ね、壮年期の自殺。これが85年の総括。ということの中にね、工藤信夫先生に寄稿してもらってね、自殺ということが大きな社会問題になってる。で、その原因分析ということと、特に壮年層、働き盛りのね、その理由っていうことをね、競争原理とかね、自分の権利を主張するばっかりで相手の非を糾弾する、そういう風潮の世の中、中間管理職の立場っていうものがっていうのね、ともあれ壮年の自殺は激しい混乱期に突入しようとしている日本社会の奥深い病理を象徴しているということでね、そういう指摘があった。で、教会と国家っていう問題ね、これを靖国神社を、まあ、宗教のレベルで捉える、まあ、視点の確立が必要である、まあ、こういう論説ですね、一年の総括の中でね。そして多発する事件と災害の中、第三世界は収穫の時っ
っていうことは、イエス様が救い主だったんだぜ、分かっちまったぜ、ということがね、起こってる。聖霊の働きに焦点、世界限りで超教派の理解を、ということでね、サンブル族のママさん聖歌隊、ママさん聖歌隊ってつけるのがね、時代だよね、このママさんなんとか、ママさんバレーとかね、そういう言葉がね、流行ったわけか。それに便乗してね、ママさん聖歌隊、サンブル族ってもう全然ね、まあ、日本人にとって名も知らぬね。だからそういうことで考えたら、モロジブもそうだったんだ。ね、今観光で頭角を現してますから、モロジブって結構聞く名前になってきたけど、生間くんが言った時代はね、モロジブ？何それ？スリランカの下の方にある、あの、てん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 って、ごま塩みたいな島。そういう認識しか世界のことに関心を持ってる人でもなかった。そういう世界のね、特にこのクリスチャン新聞の見出しでは、第三世界で収穫の時っていうことは、その魂の収穫ですよ。イエス様が救い主だっていうことを信じます。イエス様ありがとうございますっていうことがたくさん起きてきてるって、そういうことを言ってるわけですね。フィリピンだとか、ネパールだとか、トルコだとかね、南アフリカの各国だとかね。だからいろんな災害ということにも言及されてます。アフリカの飢餓問題、メキシコ大地震、コロンビア火山大噴火。まあそういうものへの救援活動っていうことに世界のキリスト教団体がね、で日本の教会も社会的責任に関わった一年となった。そういう中で、その、イエス様のことを証しする、伝えるというような。で、その結びのところがですね、この同じ記事の中で連携と一致という点で5月にオスロで開かれた聖霊に関する世界会議、ローザンヌ委員会主催に大きな注目と期待がかかった。ね、改革派からペンテコステ派まで、いわゆる教派的立場をことにする、ね、ルーテルとかバプテストとか、そういう人たちが、特にそれの聖書学者、神学者、ね、ルーテル教会の神学はこれだぜ！改革派教会の教派神学はこれだぜ！この確立したものを持ってる、そういう聖書学者、神学者が一堂に会し、近年大きな神学的焦点となっている聖霊に関する検討と意見交換を行った。終末時代に神が聖霊に満ち溢れた働きをなさっている事実が大きく取り上げられた。ね、従来聖霊といえばカリスマ運動の進展とともに教化、教派化、教会間で、教派間で理解の様々な相違が起こり、必ず混乱を招いていた。クリスチャン新聞の評論辛いね。必ず混乱を招いていたが、世界規模での研修の実現は少なくとも、まあ、意思疎通の過程から起こる混乱や、まあ、誤解を解除する機会となったと言われる。だから世界レベルだそうだ。教派間の相違に対する互いの批判よりも、聖書信仰という、地点に協調点を置く共同の霊的戦いへの参加はますますね、大きな必要性となっていると。ね。で、来年はアムステルダムで第2回世界宣教会議が開かれますし、そういうクリスチャン新聞のね、この世界での大いなるこの借り入れ、霊的借り入れ、特に第三世界を中心とした、ね、そういうところが今、それから30年、40年を経てですね、もう世界のキリスト教の実は中心部にさえなってきているということなのですよ。これはまた語る機会があると思いますが、それでお聞きになっているあなたに天地を作りになった
た誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今週の生放送すべてつつがなく終了させていただきます、ね、皆様お聞きいただいたからこそこれをすることができました。誠にありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。盆がまだならないならない、やったぜ、盛りだくさんでしたね今日は、とかね、 Y さんが晴れるやとかね、こうコメントを読んでるうちに、あなたなったー。